全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。最近右の首が痛いんです。寝違えたのかな。ずっと筋肉痛なんですよ。右に首を曲げようとすると痛いんです。最初は寝違えただけかなと思っていたんですけど、1週間経っても治らないんですよ。それでふと思ったんです。枕のせいだ。実は最近枕を買いました。低反発の枕で値段が500円、安い。その枕は低反発のためかかなり硬いんです。しかもちょっと高さが高いんです。枕が原因だと思い、とりあえず新しい枕を買うまでその500円枕を使うのをやめました。大体の枕として座布団とバスタオルを枕として使いました。すると翌日首の調子がいいんです。よく曲がります。これで確信しました。そこで休日にニトリに枕を買いに行ったのですが、とんでもない量の枕が置いてあります。軽く15種類以上はありますね。低反発、高反発、そばなどなど、何を基準に選んだら良いか分かりません。睡眠は1日8時間としたら1日の3分の1を占めます。人生の3分の1を占める睡眠、枕を適当に選ぶわけにはいけません。値段は安いと500円からあり、高いと1万円オーバーします。数ある枕を一つ一つ押して触って感触を味わいました。でも押しただけでは本当に自分に合っているのか分かりませんよね。そこで展示品の枕に顔をくっつけてみました。横になっている自分をイメージしながら、めちゃくちゃ恥ずかしかったです。立ちながら首だけ曲げて、体の重さを体重に、頭の体重を枕に預ける。そこまでしても本当に自分に合っているのか分かりません。手当たり次第に顔をうずめまくりました。かっこ立ちながら。気がつくと20分ぐらい経っていました。何が良いのか分からなくなり、結局ホテル仕様の枕2000円を買いました。一番しっくりきました。その日の夜、そのホテル仕様枕を使ってぐっすりと眠ることができました。次の日、さぞ体調は良いと思ったのですが、首が痛いのです。そうです、変な姿勢でひたすら枕を試しまくったせいです。まだホテル仕様の枕の良さを味わうことができていません。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。